はい、ジェイコムです。このチャンネルは僕の日記のような内容ですけど、購入したものを実際に使用して感じたことや気がついたことなどをレビューにして、見ていただいた方に少しでも役に立ったと思っていただけたら幸いです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またコメントを残していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。じゃじゃんと、じゃーん、コーヒー豆が届きました。でね、いつものなんかごちゃごちゃ後ろが倒れちゃったけど、おまけのね、デカフェの今日はドリップパックがいただけました。で、今回買ったのはオリジナルブレンドと、あとモカマタリ、あとペルーですね。この3つ、まあ、3種類ね、買うようにっていうかね、買いました。で、今からね、コーヒータイムしていこうかなと思うんですけど、実はね、今日もだいぶ遅い時間で、仕事忙しかったんですよね。で、このコーヒーも昼間届いてたんですけど、全然ね、その開ける時間がなくて、もうずっと会議とかで、ね、なんかいろいろで、もう、忙しかったんですよ、今日は本当に。明日も忙しいんですけど、明日はね、出社しなきゃなんなくて、忙しいんですけど、まあ、とりあえずね、コーヒーを飲みたいと。ただもう夜なんで寝なきゃならないんで、カフェインのないもの。ということで、ちょうどね、これ、そのデカフェのやつがついてたんで、デカフェでね、コーヒーを入れて、で、あと、ラテアートの練習をね、して、今日は寝ようかなと思います。はい。まあ、ここら辺はちょっと冷凍庫に、ね、入れておきます。はい。改めてコーヒータイムということで入れていきます。で、この田島屋さんのね、ドリップパック、まあ、ドリップパックってね、結構各社でいろんなね、形状で出してて、なんていうの、まあ、どういうのに、どういう入れ方、どういうコンセプトみたいなのがね、結構違うんですよ。どういう風なのが美味しい風に入れられるんじゃないかみたいなのがね、結構あると思うんですけど、僕はね、結構この田島屋さんのタイプ、ここの広口がね、広いんで、すごい入れやすくてね、いいと思うんですよね。僕一番好きかな。その次にね、手軽、まあ味的にはちょっとね、あれなのかもしれないですけど、ティーパックタイプ、よく、ティーワーハーバーとかのね、系列、その、タイソンズ系列の、ノジコーヒーっていうところがね、出している、ティーパックタイプ、チャプチャプやってね、お湯の中でチャプチャプやるタイプのやつが、入れやすさで言ったら、あとあれ片付けも楽なんですよね。ちょっとね、出して、まあお皿とかにフュッてね出せるっていう、すごい手軽さがあるので、あれも結構いいですよねって感じで、まあいや、コーヒー入れ終わりました。はい、コーヒー入れ終わりました。まあね、今回はちょっとコーヒーをメインというよりもね、テアート練習をしたいっていう感じなんで、まあこれだとね、ちょっと量がこのマグカップで多いんでね、カップ、コーヒーカップに移して、それからやりたいと思います。まだ牛乳温めよう。はい、ミルクがね、温まったんですけど、まずね、ミルク、フォームミルク作る前に、じゃじゃんと、今日はね、秘密兵器、ココア。これね、別にね、そのフォームミルク作るとか、なんかそういうのがうまくいくとかではなくて、コーヒーそのまんまでやると、泡のね、色のコントラストが起きづらい。まあ一応見えるには見えるんですけど、起きづらくて、で、まあエスプレッソとかでやるとね、コーヒー自体が濃いのと、あと、なんていうの？クレマの部分で、そのコントラストが生まれるらしいんですよ。なんですけど、それが普通のコーヒーだとないんでね、
じゃあどうするのかって言ったら、ココアを表面にね軽くまぶしてやる、そんなに大量じゃなくて軽くまぶしてやると、こういうのでねまぶしてやると、そうするとその油の面、まあ、ココアってね油があるんですよ、脂質がねあって、でそれとココアのパウダーが水に浮くんでね、でそれで、まあ、浮くっていうか溶ければあれなんですけど浮きやすいんで、でそれでコントラストが生まれやすいっていうことらしいので、ちょっとそれやってみようかなと思って買ってきました。本当はね本当に少量しか使わないからもっと小さくてよかったんですけど、小さいね缶が売ってなくて、このサイズ、その万宝店のね大きな缶しかなかったんですよ。多分こんくらいでいいと思うんだよね、もうこんくらい、もうちょい、もうせっかくだから全部入れちゃおうか。はい、見えるかな、本当にね表面に漂ってるぐらい、まあ、このくらいだったらそこまで味も変わらないでしょうと、まあ、ココアの香りはねしてくると思うんですけど、不快な感じにはならないでしょうっていう、はい、ということでホームミルク作っていこうと思います。ちょっとなんかでっかい泡がねあまりすぐに消えてくれなかったんで少し長めにやりました。でポンポンやって大きな泡を潰して、じゃあいきましょう。まずはねここでダバダバっとこう混ぜて、でこっからニューッと入れて、あ、なんか、うまくいかない。あ、でも、コントラストっていう意味では、しっかりと出ますね。なんか、乗せるようにって言ってたんだけど、うまくいかないな。まあ、ここら辺はやっぱ練習なんでしょうね。うん。難しいですね。コーヒーに対して、お湯じゃない、ミルクの量、とかでも変わってくるのかもしれないですけど、まあでもコントラスト、多分ね前の作ったやつよりも一番見やすくなったんじゃないかなと思います。まあこんな感じでねココア使って練習していきたいなと思います。はい、じゃあコーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、フォームミルクが上に乗っかってるんで香りがあんまりしないです。うん、美味しい。あ、でもなんかもっとココアの香りするかなと思ったんだけど、ほんのり香るぐらいですね。本当に泡の表面のところにココアがついてるぐらいで、コーヒー自体は全然味変わってないかな。うん、美味しい。あ、まあココアチョコレートとね、コーヒーってもともと合うんで、いいですね、美味しい。あ、そうだ、チョコレート。奥さんからもらってたチョコレートがね、まだ残ってるんですよ。てか、かなり大きくて、食べきれてないんで。はい、一かけらだけですけど、いただきます。うん。うん。うん、美味しい。まあちょっとね明日も忙しいんで、今日は筋トレして、てか筋トレしてっていうかさっきしてたんでね、筋トレ終わったんで今日は寝ちゃおうと思いますって感じで、おやすみなさい。